こんにちは。日本空手道会の中尾です。本日の空手方は新門と三鎮の方を行います。どうぞご覧ください。はい、右足です。ごめんなさい。はい、左。はい、戻します。はい、右。はい、戻します。はい。しっかり呼吸吸いますね。呼吸に合わせて剣を出して。はい、引き出します。はい、もう一度左。肘の下ですね。差し込んでいきます。差し込み終わったと同時に左に行きます。はい、裏でも行きます。はい、右。はい、戻します。はい、もう一度です。はい、左。裏上下に2歩だけですね。もう一度左に行きます。はい、右。肘の下に差し込んだら左。はい、差し込んだと同時に向こう向いて左向きます。はい、正面。はい、右。はい、1歩出ます。はい、左。はい、ここでもう一度右引きます。呼吸に合わせてしっかり、はい、戻します。左、手刀払いです。まずね、片手で。はい、右手刀払い。握って両肩、顎の下。開いて、これが輪受けになります。3回やります。ここに合わせます。はい。はい、一歩下がって右腰。はい、裏受けから、下段中段、小手をします。もう一歩下がります。右裏上げ、はい、後ろ立ちに戻ります。はい、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 この時には、ね、ここから下に下ろす。この時に下に下ろすのは肩の部分がこれ止まってますけれども、実際にはこれ体勢を崩すためにこのかけてるし、下で下ろしてるんですね。だから肩はここで止めますけども、実際にはここのここまでかけてを、で体勢を崩すっていうことですね。そこから逆中に入っていくっていうことですね。短いですから、かなり高くこの足を上げていかなければ蹴れないのかな、ね、ここのところだからこうしてるしかないですよ。ここまずついてるんですよ。そのまま突きに対して下からそうですね、回転さすときにここはペンと跳ね上がるんですよ。一人でスナップ位置がこの回転でこうな当たるときにここをまっすぐ自分の突きと突き受け位置のはこうして突くだけでいいんです。別にこうして運動もでいく必要ないです。たださっきここ開けたろういうのはついた時に思い切って つけなかった場合にここのところこうしたら開くから、そういう意味ではそういう気持ちを持って2回目最後ドーンってやっつけてしまう時にはこうしてくださいよということを言っただけであって、まっすぐ突く、これが突き上です。こっちに今の外受けで受けた場合にここからこうなりますよね。でこのまま近い時にはこのまま入れる。だからもう大概ここのところしてる時っていうのはこういう形になってるんで、そのまま入ったらもうこっちここに行きます。だから肩のように前に出る必要はないと、ね、で内受けの場合、内受けの場合には
今度内行くの前に今度俺がちょっと遠目に上からね、で前に行くときにうちの左手が来るときにここで受けてる、これ肘受けて受けてるね。実際にはこのここから殺すつもりだったんです。ところが左が出てきてしまったんで、ここで受けざるを得て止めざるを得て、そこであと2つと。これね、蹴りは左から蹴ってくるやつを右で上段の方向にということでね。でこうした場合に実際に彼の時には前に出てこうなるんですけども、演じる時にこの足というのは届きの場合には必ず戻すことがわからないから前に出てしまうので、このままこういう形ですね。背中とこちらの移動してもいいし、ここの次のところにそちらでもいいですかね。ですね、もう一回やってみようか。だからここのところでこうして受けた、はい、こういう形で、ね、この手がこういう回し方をするんです。こう相手の手のひらが上を向くように、でここで確実に締めてしまう。でこちらが上段ね。でこれバックですから、これも同じですわ。こうしてする。でこのままで握ったつもりでも、こう腕の肘関節不安してたら負けたら簡単に曲がってしまうね。さあ単なるこれじゃ不安なんです。この時に。こういう形の決め方、この手のここにひらがつくような感覚まで自分の腕を回してしまうんですね。なのでこういう形になるんで、こういう形になってしまったら、ここの今見ても分かるようにこの肘が曲げられない。だからここまでできればベストです。だからここまで回すということですね。こうして回して、でこのままつけていく。曲がっとったとしたら、ここのところ弱かったらここのところ押してもこないでいくだけで全然どうでもいいな。だから肘がこうなってる状態を作るということです。だから単なるこう持ってきてこうしたとしてもできない。だからここのところでこれをちょっと利用するということですね。難しいかわからないけども、この回しをぐっと回したとしたら自分のここまでに気が来るんで、それでぐっと上げて押すということですね。そしたら確実に固まります。真正面に上げればいいわけですよ。これね、そしたらきれいに上がってくれるんで、で空いたところに対してこのまま持っていっても、上段に持っていってもいいし、あるいはこのまま上げてもいいし、どちらでも結構です、はい、こうして上げて、はい、蹴ります、ね、こういう形になりましたね。でもう一回今度は上段の方で、はい、こうなったそのまま入ります。上段で前に行く時にはこの寝ましていくんではなく、そのまま平行立ちのままでバンと前に寄りやすいですよね。そしたら上段に対してきついのが入ります。でまだそれでもありやすいたらこちらで行って、こちらの空いてる手でしっかりとやってしまうね。心拍見て構えて、チャ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 
直って